んばんは、久しぶりよ六本木ヒルズ。ちょっと待ってね、めっちゃ寒いんだけど、めっちゃ寒いんだけど滝に来るっていう。あ、よかった、マイク。雨が降ってる。いいえ、雨ではなく、おそらく滝ではないかと。これめっちゃ寒い。手袋しなかったんだけど、手袋した方が良かったなと思って。毎度毎度だけどボサボサな。こんばんは。東京タワーがノーマルバージョン。ノーマルバージョンですよ。ちょっと段が低かったかな。いろんなこう企業さんが六本木から渋谷の新しい施設の方にオフィスをお引っ越ししてるんですよね。です、やっぱ縦型の方がいいかもね。横だとちょっと違うのが地方なので見えて嬉しい。あ、そうなんだ。そう、そういう人多いと思うし、日本じゃない方もたまにいらっしゃるので、あーそうか、表参道のイルミネーションも木に負担がかかるから一回やめたんですよね。ただこっちで LED すごい成功したから、しばらくしてからスポンサーつけて表参道もイルミネーション復活して、その時にやっぱりブルーだった。当時はね LED ブルーで、今は表参道は LED だけどもオレンジ色に復活してるんですよね。ちょっとこれがガラスが汚れてるので、ね、濃い青と、ね、あとかなり明るいホワイトで、昔のブルーっていうのは水色一色だったんですよね。その LED も光の表現方法が洗練されてきたのか、いろんな明かりをつけられるようになったのかな。これね、画像加工してないでこの色ですよ。でも近づくとホワイトとブルーの にもなるので、何時までかな。もうカップルだらけかと思ったんだけど、寒くてあんまり人いない。みんなもうね、ディナーでね、ディナーね。あー、じゃあまあ、こっちから。ここはね、ライトアップがなかったら真っ暗で何がなんだかわかんないですよね。はい。一応、池になっておりまして。で、このライトがない状態も結構綺麗です。ただまあ、夏の方が緑は、綺麗に見えるかな。冷え込んでますね。本当あの明日までがこっちが晴れで、明後日から雨が5日間ぐらい続くのかな。結構寒くなるので、一気にこれから冬になるはずです。ってことは紅葉になるはず。気温が下がるとそれに反応して葉っぱが色づいてくれるんだけど、今ね皆さんにお見せしたい場所が全然ガンガン緑なんですよ。毛利庭園ご存知かな。ムダ毛のムダ毛の毛に、なんて説明せん、毛利はねムダ毛の毛に利益の利、自分で言って笑っちゃって。あ、一応ねあそこがなんかハートになってて撮影スポットで、
このハートの前に多分行って写真撮るのかな、おそらくね。もうなんかそれをやりたいとかっていう年頃ではないんですけど、あれハートの形が歪んでるな。はい、でここね、前からカフェがあって、最近も新しくなったのかな。ここね自由に入れるんだけど、もう閉まっちゃってる夜。ハートじゃない、何これ、方向によるんだ。横から見るとなんかこうパンケーキみたいな。あ、でもだんだんハートになってきた。どっから、これどこの方向、方向によるのか。あ、この石畳が暗くて見えない。一応こういうことですね。はい。